さあ、日が変わりまして、おーバロン日が変わりましてね、二日目の収録となりました。三面からやっていきます。水中の面だね、三面は。まあ、水中の面って言ってもね、別に、まあ、メタナイトだって泳げるし、うん、海に対して対抗できるからね。まあ、カービィのソードと同じだよね、カラクリは。くるくる回りながらできるから、水中を。まあ、特に苦戦することもないんじゃないかな。あれ?これ確かさ、俺知ってるぞ。こうでしょ?なんか前やった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 。これでいける。これで勝てる。これでさ、やっときゃさ、勝てるんでしょ?知ってるぞ。下からずーっとこうやってやってるだけで勝てるんじゃん。確か、勝つだけだったら。勝つだけだったら、こうしときゃいいじゃん。え?あ、ブロッキー、でも動きやっぱ変わってんね。うん、それだけだわ。ただそれだけのことだわ。う、これ作んのかよ、現場に。この野郎でも倒せちゃうんだな。いやー、でもやっぱね、メタナイトのスキルの破壊力すごいな。でかくても、倒せちゃうんですよね。ロボットと一緒だからね、破壊力が。頼もしい限りだぜ。むしろこっちの方が楽説もあるけど、一番ネックになってくるのはボス戦かな?ボス戦が遠距離攻撃できないから、カービィの得意としていた。近接を要求されるから、この前も結構苦戦してたしね、ボスはなんだかんだで。お!来たねー。まあ、パッパと次の面に行く感じだよね。さあ、塔の面だ。研究所の面。この辺りから、BGM が変わったりするんだよね。強制スクロールには痛い目を見てばっかりだからね、自分。よくよく考えたら。よくよく考えたら自分さ、強制スクロールに痛い目かなり見てるからね。挟まれるだの、スリープするだの。まあ、メタナイトでゴーの時はさ、絶対スリープありえないんだけど。まあ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 、このあたりのね、あこのあたりの、いてやばいやばいやばい、Y ボタンで回復できる。Y ボタンで回復できる。こいつこいつこの前悩まされたやつ、この野郎この前、あ、実況の時はよくやってくれたよな、本当に。まさかスリープに引っかかるとは思わなかったけどね。スリープに引っかかるやつも稀だろ、というか。分かってて吸い込んだからな、あの時はな。まあ、メタナイトやったらね、その心配はゼロに等しいんで、もうどんどん切り進んでっちゃいますよ、このまま。あ、ソフトクリームの面だ。これ、ドンって落ちてくるやつでしょ?ソフトクリームもメタナイトだったら怖くないんじゃない?多分まあソフトクリームそのものがメタナイトに無敵判定があるから特に気にしなくていい気がする。メタナイトに無敵判定のね、技があるしね。これとか。だから気にしなくていい。問題は、どっちかといえば問題は今のように滑る床の方が問題だね。機動力が失われる。あんはーあ!これは!始まりました。メタナイトも無敵キャンディを取ることはできるんでしたよね、確か。行きましょう!でんでんでれんでれんでん、でれ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 、メタクイックも使っちゃうよ、ここで。メタクイックも使って、ガンガン距離稼ごう。早い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 、もう無敵だもん。今の俺は無敵だ。もう誰にも止められないぜ。あ、こっちか。無敵無敵え、もう無敵時間終わり?もっと楽しみたかった無敵でさ、駆け抜けた時間ってあんまりなかった気がするんだけど。もうちょっと楽しみたかったなぁ。もう中ボス倒すぐらいまで楽しみたかったわ、むしろ。あれ?メタナイトなんかついてるよ水中面来たんだけどさ、メタナイトなんかついてない?ゴーグル?メタナイトすごいゴーグルついてるけど。へぇー、泳ぐときそうなるんだ。こんなん楽勝でしょ。ほら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 。あ、ダメだ。
サメのロボは破壊できないんだ、さすがに。さすがにあれは強すぎるか、障害物として。破壊できないか。剣でも。お、上がってきたね。これは中ボスの構え。さあ、何が来るかな、中ボス。ハンマー、あ、そっか。誰か分かった。ここにハンマーの杭があるってことは。ボンカースか。うわー、ボンカース。変わっちゃったね。さあ、問題は近接しないといけないってこと。さっきミラーがあったけど、あれを使うことはできないから、理論上。カウンター気味に、これを撃っていく。無敵時間を利用して、相手が回ってくんだったら、こっちも回転力で勝負ってわけよ。はい、回転力。この無敵回転は強い。これは強いなぁ。あ、これ急がないとダメなやつだ。あの電池より先に、先に、先に下に降りるんだけど、もうだいぶ下ってたぞ。ちょ、メタナイト、メタナイト間に合わない。それじゃあ。先に降りないと。あれより先に下に降りて。早く。よし。とは言ってもな、IC キューブが入るわけじゃないからな。まあ、急ぐ必要ないんだけどね、あんまり。オッケー。お!曲変わったねー。これはカービィの曲だよな、多分。あ、え?あ、こんなんあったっけ?おい!傾けんのさ、苦手なんだよね。あ、この曲もう知ってる。やっぱ知ってる曲出てきたね。こう、過去の曲がこうやってたまにメドレーとして出てくるのいいわ。これ飛んだ方がいいんじゃないかな。飛んでった方がいいかも。いた!飛ぶとこうなるのか。電池だ。持ってくか。何があるかわからんけど、電池を、あー!ちょっと、イライラゾーンみたいになってる。イライラ棒みたいになってるよ、これちょっと。電池を無事に運ばな。よし!この野郎!よし!ん?なんだこの壮大な BGM は。これもカービィの作品の曲だろうけど、カービィメドレーっていうのはすぐわかるね。いやー自分、やっぱやってる作品少ないからな。まあ、これを機にね、逆にね、いろんなカービィを知っていくのがね、ありかもしれんね。びっくりしたわ。まあ、落ち着いて。ディレイはあるから。ディレイあるから、ちゃんと。ちゃんとディレイあるから、そこを見とけば大丈夫だ。何この曲?知らない。すごい壮大な曲なんだけど。何これ知らない?みんなコメントで教えて。やべえわ、カービィ無知なのバレてんな、これ。カービィは好きなんだよ。カービィのグッズもたくさん持ってんだよ。でもさ、カービィの、こういう原作の曲とか聞いてもまだわかんねえんだよな。あぶね。お!キングズーじゃねえか。そりゃ、初めの時はね、ちょっと待って、後ろに障害物いるんだけど。後ろに明らかな障害物いるじゃん。あれを気にしながら戦わないといけないね。キングスーズ初めて出会った時は無敵キャンディーで終わったからな、お前。いて!邪魔だなあいつ!あいつ邪魔だなあ奥の。分かってんじゃねえか、自分の役目ってもう。確かにそうすりゃ負けることはねえもんな。でもこっちもな、ヒーリングあるから負けねえんだわ。
負けることはねえんだわ。おら、もっと丁寧に戦えって言われそう。来たねえ。三面のボスといえばそう、スージー。ここからスージーとさ、始まってくんだよね、会話が。さあ、三面のボス、スージー。さあ、ここ中間地点だね。行こう。なんか会話あんのかな？あ！ナチュラル！めっちゃな、ナチュラルにスージー。しかも、ちょっとスージーのロボ可愛くなってん、ちょっと早くない？早くなってない？早くなってんな、ちょっと。動きが明らかに。と、ぐる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 、ぐる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 。これさ、ワンチャンこれでカウンター取れるか？あ、カウンター取れる。ここや！ちょっと、冷静になれ、冷静になれ。あ、やばい！これ引き込まれるやつだ。え、スージー、しかも、ちょっとかわいくなってんだよな。会話はないけど。もうスージーもびっくりだよな。でもギャラクシアナイトどうなるんだろう。あー、なんかかわいいもん増えた。ちょ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 、おおおお、カービィと違って吸い込めねえからな、これ。カービィと違って吸い込めねえから、インファイト。オッケー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 、これでいい。よし、これでいい。きたー。あー、当たった、痛い。なに？普通に行動パターンまで増えてるからなあ。あと手出しできない位置にいんな、お前。随分と。まあ、後々降りてくるとは言えよ。早期決着に限るぞ、これ、割と。ただ、HP も上がってるよね、間違いなく。OK！ 25%。HP も行動パターンもやっぱさすがに上がってるよね。あ、これか。こうして、もう終わらせる。とっとと終わらせる。OK！ ははっ、新しく開発したロボが。メタナイトなんか言えよ。うーんじゃないんだよ、お前は。